どうも、俺たち下流です。お願いします。お願いしますね、先生。ずっこけバージョン塾。うわー、今日も学べるんだな。塾生以下。今日もマージャン学べるんだ。あかんて、俺こいつが強くなることないって。マージャンルール全部忘れたやろ。嬉しいな。鼻から薬やってるやつや。じゃんけん勝ったらいいんですよね。違うわ。バカにされてる。パーに勝って、パーはグーに勝って、グーはパーに勝って。戻ってる戻ってる。なんで戻ってまうよ。アメリカンクラッカーみたいに戻るな。カーンカーンってあれ戻った。私は何よ。カーン戻ろう。バズライトイヤーの戻り方。バズライトイヤーか。バズライトイヤーが売ってね、コーンシャコーンってなる。そうだよ。あ、それで戻る。私は何よ。ダメだーって急にまた怖い。あ、そうだ。おもろいシーンや。おもろいシーンね。ということで今回はね、はい、まあこの前は麻雀の基本的なね、パイの読み方なり、はい、あとこういう風に打って上がるんですよ、はいはい、ね、そういう感じでやりましたけども、勉強しました。今回はね、ドラドラ、あと4打ち、3打ち、はい、いろいろありますので、はい、その辺の説明もしたい、はい、あ、嬉しいでございます、先生。ねえ、これ、映像での授業になりますので、はい、何回でも見直せますんで、またゆっくり見てください。わ、はい、からなければ。コンプライアンス。はい、必要、質問があれば、いつでも答えますので、はい、ぜひぜひお願いします。お願いいたします。はい、というわけで、まずドラ。ドラっていうのは、麻雀において、結構重要なファクターです。ファクター?ファクター。これは重要。これを抑えていると、うん、抑えていると抑えてないのとでは、はい、もう雲泥の差です。雲泥の差、雲と泥と書いて雲泥。雲泥です。そこの説明は別に必要ないです。そうございます、はい、このままだと日が明けてしまいます。くれるんじゃなくて、くれるどころか日が明けてしまいます。一周するやんけ、地球、うん、あのね、地球、うん、時点でな、あかんわ、気をつけよ。俺もあんまりやってたら日が明けても。ねドラっていうのは、はい、まあ、いわゆる手の中にあるとポイントが上がるパイのことを言います。はい、そう、まあ、簡単にポイントと言っておりますけども、麻雀っていうのはね、こう指でこう数えていって、いい班、両班、三班、四班、五班みたいな感じでこう数えていくんですけども、はい、基本的なものですよ。不計算とかそういう概念は別として、はい、4つまでいくと満雁というのになります。なるほど。そう、名前がつくんですよ。ちょっとだけ点数上がる。だから不計算っていうのはポイントの計算のことですか。そう、ポイントの計算で結構ね、細かいのがあるんですよ。麻雀でつまずく1個。ちなみに不計算に関しては私もできません。あれので指でいつも数えてる。なるほど。この前教えました、ピンフとか、はい、いろいろ役があるじゃないですか。あります。役の数で麻雀っていうのは点数が上がっていくんですけども、はい、その役と同じで指を折れる、ポイントが作れる、これがドラなんですよ。安い、早い、うまいんだ。吉野家ドラやで。ドラドラドラちゃん、ええー、わ、その伸び伸びたのお母さん。伸び伸びたのフルネームお母さん。お母さんの言い方やんけ、ドラ。ドラちゃん、ドラえもん呼ぶとき、それか源静香の呼び方やないか。静香ちゃんで言え。あ、そうだ。誰が源で言う。はい、というわけでそういうね、はい、ポイントが上がるのあるんですよ、はい、まずドラ。ドラ、何がドラになるのか。はい、これね、みんな分かんないと思います。ドラって言ってもどれがドラなんですか。確かに、これってね、山4つありますよ。毎回変わるんです。へぇ、まずね、点 P みたいなことですか。点 P、 はい、どういうこと。点 P がその数学の問題では動くじゃないですか。あ、点 P が、点 P が動くから毎回変わっちゃうみたいなことなんですよね。急に理系出すのやめてもらって。オッケー、パー。はい、というわけでね、アニメーション志望が出たところで。はい、というわけでね、はい、親が、はい、まずね、サイコロを振るんですよ、はい、一番最初にドラっていうのを決めます、はい、こうやって、今ね、見えてないけど、山を4つ作ります、はい、で、親がサイコロを振って、で、それでスタートするんですよ、はい、麻雀っていうのは、どっから取り出すか、はい、パイを、はい、まあ、4打ちの場合で説明します、はい、まず、まあ、サイコロ振る、はい、5が出ました。5が出た。そう、5が出ると、自分から数えて、12、3、4、5。これこの前教えましたよね。自分の山から右から5番目、はい、はい、数字5出ると
その自分の山でさらに右から5を取ってこっからスタートでパイを取り始めます。はい、この時出る数字によっていろいろ変わりますよ。6やったら親から見て1個1、2、3、4、5、6で、この人の山から右から6番目をのけてこっから親が取り始める。はい、こういう風にね、臨機応変に変わるんですよ。とりあえず今回は5でやります。すごい、親、このサイコロを振って、うん、1、2、3、4、5は半時計回りなのに、うん、山を取るときは時計回りで取っていくんですか？ちゅうこっちゃ先生、麻雀っていうのは複雑。それのせいでね、たまに久々にやったりしたら順番逆で積もってるとかよくあります。これある、あるあるですね。で、こうやって取っていく、はい、それを4人でバーッとやって、はい、13枚はい、みんなに行き渡ったらスタートみたいな、はい、親は最初ね14枚でスタートするんですけども、はい、みんなが13枚14枚持ったらスタート、はい、でそれプラスここでドラが決まります。ここで決まるんですか？ここで決まります。どこがドラになるかというと、はい、ね、まずこうやってね5が出ました。自分のとこから2、4、5と右から5番目開けます。開けました。この開いたここあるじゃないですか、はい、これちょっと要チェックポイントよ。さっき右から取りました。ただドラはこの取ったやつね、残ったやつ左から3番目をオープンしていいんですよ。麻雀よく見るでしょ、こうやって親から見て左から3番目、親から見てというか、はい、この取った山、例えば6の時もありますから、はい、6の時もある。6の時もとにかく6開けてこうやって取るじゃない、はい、の左から1、2、3、ここだ、そうっていうこと。1個だけだから今回は5なんですけども、はあ、すいません、はい、これがドラ表示牌というやつ。シャーがドラ表示牌、そう、これね早速自牌が出てくれてありがとうって感じなんだけど、はい、基本的にこの表示された牌の次、これがドラというものになります。なるほど。ポイントが上がる牌だから、あの1、2、3、4、5、6、7、8、9あるじゃないですか、はい、マンズ、ピンズ、ソーズ、はい、これは例えば1が表示される、はい、その次に出る牌、その次の牌がドラになります。1やったら2、ほう、2がドラ、なるほど、2やったら3、3がドラ、そう、この表示されたのの次の牌がドラになるんですよ。なるほど。だからそれが多ければ多いほどポイントは高い。いわゆる、まあ、4枚しか存在しないんですけどもね、はい、じゃあシャーだったら、はい、ペイになるんですか？正解してます。嬉しい。ここから自牌の説明なんですけども、はい、自牌っていうのは読む順番がありまして、はい、そう、1から9なんていうのは数字数えれるから分かるじゃないですか、はい、ちょっと待って、自牌の前に1個説明しなきゃいけない。何？9が表示された時何がドラになると思います？これ戻るんですよ、1に。へー。1の後は2、2の後は3ってこうね、順々順々次になるやん。9が表示されたら9の次って言って戻るんですよ。で1がドラになります。マンズの9が出た場合、うん、ソーズの1もドラになりますか？なりません。同じ種類のやつだけです。同じ種類のやつだけだ。はい、マンズの1が出たならばマンズの2がドラで、ソーズの1が出たならばソーズの2がドラ、こういうことです。同じ種類です。同じ種類のやつ、はい、上がり方とかと一緒ですよ、はい、同じ種類しか効果ないです。なるほど。というわけで9は出た時は1に戻ります。はい、さらに自牌、もうここ今が自牌編ですからね。自牌編、自牌っていうのは読み方順番あるんですよ実は、はい、ほう、トン、ナン、シャー、ペ、ハク、ハツ、チュン、この順番で読みます。だからここ今シャーって出てるんですけども、はい、シャーの次なんでペがドラになるんです。きた、なるほど、きたがドラになります、はい、そう。だから自牌の場合はその読み方の順番を覚えて次のやつがドラになるんだな。でもここ気をつけてくださいね。ほう、トン、ナン、シャー、ペとハク、ハツ、チュン、はい、これはこの4つと3つで分けて考えます、ドラの時。なるほど。トンの次はナン、ナンがドラ、はい、ナンが表示されたらシャーがドラ、はい、今これね、シャーが表示されたらペがドラ、ペがドラ、ペが表示されたらハク、トンがドラなんですよ。そう、ここ切り離して考えなかった。ここ切り離して考えなかった。
これ武藤刑事多分こっから撮ってます切り離して考えそうなんですね。そうペイの次はトンなんだ。シャイニングウィザードこれです。さすがだ。トンなんシャーペイだから方位自身、はい、と完全な違う白髪チュン。もうこれ分けてください、はい、で白髪チュン、白の後は髪、髪の後はチュン、チュンの後は白という考え方になります。なるほど。ドラに関してだから白が表示されたら髪がドラ、髪が表示されたらチュンがドラ、チュンが表示されたら白がドラになります。自敗といっても2つに分かれるんですね。これ2つに分かれるんですよ。性質として非常に難しいんですけども。じゃあマンズ、ソーズ、ピンズ、自敗、はい、だけども、うん、実際は自敗1、自敗2みたいな。自敗1、自敗2、そういう感じです。へこの2つに分けます。さらに何あのね、非常に大事なことこれね、教えたらみんな得しちゃうから言いたくなかったんだけどな。教えてくださいよ先生。裏ドラ、裏ドラ、これみんな得しちゃうんですよ。なに裏ドラって。あのね、麻雀ってこうやって2個積んでるじゃないですか。2個積んでる。こっちだけ表示されて、この下宝箱眠ってんじゃないのって。下田さんよく言いますよね。宝箱眠ってんじゃないのって。うん、ハイパイ来てそれ開けるとき宝箱、それですよ。なるほど。宝箱開けるんだ。いいハイパイ来いみたいなこと。そう、このね、表示された裏のドラも実はね、見ることができるんですよ。ただし、特別な条件あります。何？裏ドラ見るにはリーチして上がったら裏ドラ見ること可能です。なんだって？だから言うたら、なんやろな、こうサプライズプレゼントみたいな感じ。サプライズプレゼント？そう、リーチして上がると、まあとりあえずみんなはここのドラを目指して集めるんですよ。はい。この裏みんな知らないの。みんな知らない。そう、パックリね、リーチして上がったらパックリね、これ開けることできるんですよ。そんな治らない傷みたいな感じ。パックリパックリ開いてるんですか。そう、ね、もう真空で切られたみたいな。パックリパックリ、リーチして上がったらこれパックリ見ることできるんです。これ見て、例えば自分の手にこれ今リャンピン、リャンピンっていうことはピンズの3ピンがあったらまたドラに乗っていくんですよ。ドラってね、乗るっていう言い方するんですよ。ほう、裏ドラに関しては裏ドラが乗ったっていう。だから自分の手の中にその知らず知らずのうちに集めてるじゃないですか、麻雀、うん、もう必死に上がるために作ります。でリーチして上がるとこうやって裏見て自分の手に3ピンがあったり、この2ピンやからね、次、うん、この次の牌があったりすると点数が上がっていくんです。これをドラが乗ると言います。最大じゃあ8個乗ることがあるということですね。ちゅうこっちゃ。すっごいや先生。はい、もう一個あります。ドラっていうのはね、皆さん最初だけで終わると思ってませんか。我々は農耕民族増やさないといけない。狩りするだけやったらやっぱね、どんどん数って減っていくんですよ。乱獲によってなくなっていたものたくさんあります。なんだ。ただ我々は、せーの、農耕民族、増やして生きてきたね。ドラっちゅうのはね、増やせるんですよ。どうやってやるか、カンっていう技があります。カン、自分の手の中に4枚同じ牌あったらね、はい、カンって言ってね、さらせるんですよ。さらせる。詳しくは泣き編で教えますけども、とにかくカンをすると1枚増えます。あら、なんでここにいるの、また自敗がこれ珍しいよ。カンをすると増やすこと可能です。なるほど。はい、だからそうするとリーチして上がったら裏ドラがほらパックリまた増えるんだ。2個見えるんですか、裏ドラが。2個見える。だから申し訳ないけど、誰かがカンする、また例えば俺がカンする、はいパックリ、嘘だろ、はいリーチして上がったら裏ドラが見えるんだ。こうなっていくの。すごいじゃないですか。麻雀っていうのはね、バン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 こうやって点数を増やしていこうっていう。もちろん危険性もあります。どういうことですか先生。カンをすると自分だけ増えるんじゃないんだよ。他の人の手にこれがあったりしたら他の人の点が上がっちゃう。だって
ドラになる牌は4枚しかないんだから自分だけがね、確かに独占できるってわけじゃない、他の人にも均等にチャンスが与えるんだ。でも知らないでしょ自分、次に何が出るから俺はシャアを冠するぜ、そんなのできないんですよ。できないよ、わかんないから。だってわかんないよ。そうだから冠をしすぎるとこれ危険、オーバードーズはやめましょう。だからこれはね、詳しくは泣き編にやるけど、とにかく冠をしたらドラが増える。基本的にはこれを覚えてください、次のパイがドラ、リーチかけたら裏ドラ見れるね、特別な条件で冠をすると新しくドラ表示増えます。なるほど、これ気をつけてね、こういう感じなんで、ドラっていうのは難しいけど覚えたらもう他の人が追いつけないぐらい大気圏突入のとってもでかい手が上がれるぜ。みんな気をつけろよ。よろしく頼む。行くのはお前だけにしないでくれよ。俺たちも一緒に月に連れてってくれ。もう有力だ。ダメだ、また速度を爆走してやる。俺たちは気をつけなきゃいけない。そういうわけで今回ドラっていうのを授業で教えたわけだけども思わず熱く語りすぎて時間がウルトラオーバーしちまった。3うち4うちに関してはまた次回、みんなこの広場に集合だ。ちー